いどうも皆さんこんにちは、サワヤンゲームズでした。シャー、音なんか変だから大丈夫だ。大丈夫っぽいな。ゴーゴー、そのマリオカート8デラックスやってきたんでますよ。よろしくお願いします。もう何言ってるか分かんないけど、とにかく一つ確かなこと、また俺の口癖、一つ確かなこと、おいアップデート来たよね。任天堂ダイレクトみんな見ましたか？はい、同節80万人ぐらいとめちゃくちゃ見てんなと思ってね、見てたんだけど、すごいね。今回マリオカートのアップデートついに来ましたよ。はい、どういったアップデートが、もちろん新コースが8個追加される、そしてあと今回キャラクターが4体追加されるということで、もうとんでもねえな。しばらくは楽しめそうだぜ、しばらくは楽しめそう。そしてなんか結構ね、追加されたキャラクターもズバリディディーコング、ファンキーコングで、ボリーン、ボイーンじゃないか、ボイーンじゃなくてポリーンね、ポリーンで、あとがキノピーチ、はい、ちょっと卑猥なキャラクター2体追加されてることが、まあ、ちょっと非常に気がかりではあるんだけど、まあとはいえね、楽しくなりそうだなっていう感じで、サンダー会議お願いします。サンダー、これ振ったらもう勝ち。もう1レース目からとんでもないことになる。振らない、そんな甘くないね、人生そんな甘くないんだよっていうのをすごく分かりやすく、説明してくれてね、このゲームが。さあここでもうガスカリもマイク、OK、 バーナー消して、粘るよ、メキシコに負けたくない、粘れ、譲れてないんだよ多分これ。ゴミ、おい、ボイン出してこい今すぐなあ。ボインの訳上がりキャラクター追加してさ、強えのかよそいつ本当に。うん、気になるのはそこだけだよ。お前強かったら何でもいいんだけどさ、少なからず自然力が強そう。ゴミ、次、まあ、めちゃくちゃ嬉しいよね新キャラ追加は。うん、そしてこのポリーンっていうね、俺ちょっと一番注目してるキャラクターがそれなんだけど、ポリーンがね、エリマネに似てるんだよね。ちょっとエリマネ実写版逆か、エリマネをアニメ化したらポリーンかなみたいな、もっと可愛いんだけど、もっと可愛いんだけど、だからちょっとポリーンにね、既視感があったんだよね。うん、認定のちょっと、待って、わかった。俺があれ、だから落ちないためにめちゃくちゃ頑張ったのにさ、落とす、そこで。自ら落ちてったって言っても過言ではないぜ、今の。まあ、てことで、ちょっとね、ポリーンでも重量級なんだよね。結局今回も多分ね、ディディコンが、ね、重量級で、キノピーチも重量級なんだよ。キノピーチに関しても完全アウトだからね。やってるから、キノピーチに関しては。ピーチに一番つけちゃいけないものってキノコだからね、言っとくけど。一番つけちゃいけないのをつけちゃってるからね。これ結構任天堂狙ってるよ。なんでお前そんなてめえ、そんなとこでお前緑コーラ持ってんの、そもそも。引きてえ、あいつマジで。あの骨くつばだけは絶対忘れないから俺。これ使い切れる、いや使い切れそうだね。 OK、 日課目ありがとう。日課目アザスしてスターを使ってサンダー振るでしょこれ確実に。あ、強、超強いじゃん、超強い。久しぶり来たよ俺、久しぶり超強い来るよ俺。でお前も食らってもらうから。でサンダーどう、後ろめっちゃ焼き散らかして、待って、なんで吸い付いてんの、やばい、これまず大丈夫だよ、冷静だよ、まだ彼女冷静、彼女冷静、爆殺しまくって最後テレサも取られてる、バカだね。うわー、救われたー、ん、救われてないかも、いやギリ救われてるか、あ、救われてないわ、無限に行くな、アガゴーラ！耐えろ。耐え、踊る。実はね、今、この奥歯の歯茎クソ腫れてて、めちゃくちゃ痛いんだよね！叫べないんだよね！ディディーコングじゃなくて、ファンキーコングが重量級って時点で、もう希望薄いんだよ、だいぶ。ファンキーコングやっぱ今、重量級が強いから、ファンキーコングを、さ強くしたいっていう思い多分みんなあったと思うんだけど、静江は、ヨシエの強化はねえ、ヨシエの強化は絶対ねえよ、今回のお前アップデートで、任天堂あらかしめ言っとくからな、絶対強くしろよ、
強くしないとマジぶち切れた次元じゃないから、マジで。ヨシエを強くしていただかないとモチベが上がりません。私一旦強くしていただいて、そうすれば俺の時代が来る。バカみたいに抜かれるもん。バカじゃんこの抜かれ方は。アダコラ持ってたから俺譲ろうとしたんだけど、なんでいないの、いなくなってんの。キロコギュン、オッケー。このワリオスタジアムっていう、軽量級で勝つのが極めて難しいコースで勝利をもぎ取ってみせる。めっちゃメダル取りに行くじゃん、あいつめっちゃメダル取りに行くじゃん。意識高いね。これ一旦トゲ待ち、このトゲ待ち、トゲ待ちで行く。トゲ待ちの戦士、トゲ待ちの戦士で行く。メダルもちろん欲しいんだよね。ちょ近いから、ここ一人やった、オッケー。でもう一回ちょっとオッケー、トゲ行った。当たんないよね、当たんない。処理も悪くないよ。傷つけ、え、消してる、消してる、トゲ消してやがる。待って、ミスった。ただバーン当たったね、今バーン当たったから、いやこれもう頑張っていかなきゃいけない。頑張っていく必要がある。ここから頑張りの時間、赤コーラ投げまくるお時間。まず1個投げて、あ早い。あーちょっと待って、これちょっと待って、うん、すーごい回避してるじゃん。あーすごい振るじゃん、めちゃくちゃ振るじゃないですか。回避めちゃくちゃいるじゃないですか。避けなきゃいけないじゃないですか。これダブル6位割ってどうなる。詰めていくよ、詰めていくよ、詰めていくよ。ガッツリ燃やして、ガッツリ燃やして、燃やして、当たる、当たんない。取れ高、やっぱり俺もポリーンが来たら静江やめてポリーン使い続けるわ。うん、やっぱりエリマネに似てるってのもあるし、もうポリーン五強時代を俺が作り上げる。もう重量級だし、うん、ポリーンで戦い続ける。俺はもう決めたわ。うん、ポリーンをもう俺の妻にする。マリオカート、マリオカートでの俺の妻はもうヨシエから、ヨシエとは離婚してポリーンと結婚する。うん、まあ、別にまあヨシエと結婚してた覚えもないけどね。うん、いやいや一緒にいたって感じだけど、ポリーンとはちょっと関係深めるわ。うん、ポリーンなのかボーインなのか、うん、なんだかよく分かってねえけど、うん、なんかマリオカートツアーのキャラクターらしいね。そんなキャラクターいたんだと思って、取ったわけわかんないキャラクター。ポリーンはどっから来たのっていう感じ。俺からしてなんか歌うまいんだろう、なんかポリーンって。ポリーン歌うまい。ポリーンのちょっと特徴、俺もうちょっと調べよう。うん、ファンツキーコング使う人出てくるのかな。重量級もなんかもう一回重量級強化されねえからって、ちょ我ながらちょっと期待してる部分あるんだけど、うん、どうなんだろうね重量級再評価時代。ああそういうまた悪い字使い出すやつがまた増えてきそうだからもとなると、しばく、オッケー、同じメスはしばきていく。これ爆殺したいで、あの適当に前投げただけだから。危ない危ない、ナイス前投げ。俺こっちから誰もいない方から、こっちから。ああオッケー、テレサ使ってサンダー振らない。どうえ、どうなの。こいつもいる。2位やりたい。やれないか。ジャンプアクション。キノコできる。ちょっと距離開ける。ナイスボム。これシングルでギュン。ボムヒッツだ、今。ジャンプアクション全力。ここ結構入るはず。あーっと、このサンダーは、あー、吉と出るか、今日出るか。でも、これ2位で割れるはず。そうだよね。2位で割って2位で割れよ。2位で割った、弱っ。当てるしかない、外した、終わった。これ死を意味します。死を意味する。俺じゃないの、もう。なんなんだ、弱すぎだろアイテム。いった、もうポリーンさっさと出せ、連れてこいます。これちょっと殺意むき出し1回1ですやっていい。スタート。もうなんか新キャラとか新コースとかもそんなのもう当たり前、もう嬉しい嬉しい、はいはい嬉しいです、嬉しいですって感じ。そういう天使でいい。でみんなちょっとまさか俺の視聴者でマリオカートやってないやつっていないよな。見る専門ですとかって まだつまらないこと言ってんの。たまにはやることも始めようぜ。うん、いやまだ買ってない人 いねえよなって。ちょっと高圧的な言い方になっちゃったけど、
ちょっと頼むよ。お前それ投げたら怒るからね。怒るからね。オッケー、投げてないね。偉い。偉いね。さすが、さすが八幡レイド。八幡レイドなかなか、冷静な立ち回り、評価してあげたい。かまごりくん八幡レイドだね。さっき見た。さっき見た。これ、ぐんざり。ワンゼリして、1位を取りに行く。あらごら、俺もう、もう何もしないで。俺しばらく居座るから。何もすんなっつっただろ。何もすんなっつっただろ。消えろ。いや、スプラット消えろよ、マジで。落ち着いて。食らってもらって。オーケー、危ない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 。アブニッシモ。ピアニッシモならぬアブニッシモ、フォルティッシモ。シッシッシモだよ、マジで。これもう、鉄べきだから、コマ行くよ、俺。コマ逃げ続けるよ、姿勢で。ああ、ちょっと待って、今、撮影中なんだよ。撮影中なんだよ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。あのね、撮影中なんです。ちょっと待って。撮影中なんです。撮影終わったら、撮影終わったら、出るわ。ちょっと待って。撮影中だから。こいつ、どうしますこいつ。OK、この圧で。この圧で、あいつに赤コール、あいつ赤コール投げられて、やられるというビジョン。これ、一回しかかる。ない。当たんない。これ、一回しかかる。うん、爆散をしてみる。もう、全部やった。起きすぎだろ。マジピンポンも鳴って開けてくるわ。スタートでことで最終レースにします。しっかりとピンポンも受けてきました。ちゅうことで、でもさ、ピンポン一回鳴るとさ、ずっとさ、ピンポンの音がさ、耳の中で反復したりする気持ち、みんなわかる？だから一回さ、そういう音をさ、聞くとさ、その音が頭の中で反復する感覚、みんなわからない？俺の気持ち分かる人いないかな。なんかとあるそういうなんか効果音みたいなのを聞くと、なんかあれ、もしかしてまた鳴ってるっていうさ、錯覚に陥らない？今まさにその状況、まさにその状況。さあ、まずはここでグラッツリ取って、オッケー、エイト無限ね。無限はね、効果的に使っていきたい。これまだ使う、まだ使わない。このしっつかり持っていく、しっつかりと避けてるよ。どこにいる？あ、まだ遠い、まだ遠い。これ持ってくよ。前ガンズバリだから持ってくよ。まだガンズバリですごくいい運搬できてるよ。バーン！取るなよー！やばいと思って使った瞬間、最悪！負けなんだよ。最悪だわ。最悪。ぶち切れとか次元じゃない。本当はここで使うってやったわけ。急げ。ごちれ。ごりれ。あなた、どけよ、お前。もう一発お見合いするから、いつに。お見舞いして。キロさ強い。逃げるよ。こっから技見せどころ。うまい。なんとか耐えた。来てる。どうだ、間に合うか。やがー、うわー、待ったな。リレートリッチ、うまっ、うまっ、ちょふじゃん。ちょっと待って、ポリーンにしようとしてたけど、このマンのまた吉江使うことになるぜ、これ。強お前。ちょっと、いや、お前ほんと手放そうとした瞬間だけさ、自分のその女としての、あ、男としてのさ、美しさをさ、表現してくれ、やめてくれる？常日頃からやってくれますか？吉江さん、吉江さん、スタート、スターパクられても勝てるなんて聞いてないよ。めちゃくちゃ強いじゃん、めちゃくちゃ強いじゃん。普通にジャンピングショー、入れよ、入れろよ。急にサボり出すな、また。
すぐサボるんだから、このサボり癖なんとかしたいよね、うん、よくないよね。あの無知を打たなきゃ頑張らない女ほどよくないものはないぜ、いい女は自ら頑張ってくれるんだよ、うん、ご主人様のためにね、うん、頑張るなんて言わなくてもやってくれるのがいい女なんだよ。さあもう一射下に出ろ。 OK 食わせて。赤ゴロなしなし。もう俺はそういうルール儲けだからなし。え、なんか頑張ってんじゃん。また頑張ってね。これだいぶ頑張ってるよ。メダル1枚取って、コモ1枚取って、ダブルも取って、あっぶねえ。そのバーナー待って、落ち着いて。うーん、ちょガバルのガバルの、ちょ待って、カマゴリ君分かった、さっきは申し訳なかった。ああよく避ける、ローラすごくないか、それ避けるのやばくないか、ガチでガバりながらも避ける。よっしゃやべえ、今日のよっしゃやべえぞ。まあ、なんかバナナ置いといて。うっ、強っ。これトゲマチ戦法じゃん。これトゲマチ戦法3連続1位で俺帰る今日。これ二度と、もうお前これ3連続1位だったらもう、え待って、この位置やばいよ、この位置いいよ、この位置ものすごくいいよ。あ、なんかボムだね、あれ。投げないで、当たんないで、当たんないで、当たんないで、逃げるから当たんないで。BC が1位、トゲ行け頼む。今日でも行きそうな予感はある。緑コラ当たんない、当たんない。ああ、ダメ。それは俺が、うわっと危ねえ。うわ、食え。何それ、加速しろ。うわバカ、バカシス、あ、もうバカ。